こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。ちょっとね、今日ね、スマホで撮ってるんですよ。これね、急遽、これで撮るしかなかったんですけど、メインで使ってるカメラがなんか壊れちゃったみたいで、メモリーカードが読み込めませんって出るんですね。で、持ってるメモリーカードを何枚か全部入れてみたんですけど、全部ね、ちょっと読み込めなくって、カメラ側がおかしいなってなってるんですよね。で、まあ動画ね、撮りたいので、今日からしばらく iPhone で撮ることになると思います。で、私 YouTube を始めてからずっと、まあ iPhone でしばらくね、ずっとっていうか、カメラ買うまで iPhone で撮ってたので、なんかめっちゃ懐かしい画質やなと思うんですが、視線がね、iPhone ってここ見たらいいよっていうのがわかんないんですよ。今これモニター見てるとあっち向いてるような感じになってますよね。で、本当のカメラはここだから、このあたりを見たらいいんでしょうけど、ちょっとなかなか難しいので、あっち向いて喋ってるような形になったらごめんなさい。はい。で、今日の動画はですね、8000人の登録者記念、ありがとうのお礼の動画になります。これ去年の、いつ頃やったかな、まあ、結構ね、前に達成してたんですけど、まあ矯正の手術とかあったりで、動画撮るのが遅れました。すいません。で、8000人超えということで、今回もプレゼント用意してます。私のチャンネルを最近見始めた方はご存知ないと思うんで、お伝えしたいんですけれども、1000人ごとぐらいで、プレゼント、登録者さんにプレゼントをしてました。で、今回も8000人超えてるので、用意しました。で、何を用意したかっていうと、まず、1個目がね、すいません、オリジナルグッズで、これ、私の、まあ、キャラクターの、まあ、自分で作ったやつなんですけど、麻雀の、まあ、美穂なので、3万の、イラスト化したポーチになります。うん、これね、アメちゃんとか入れて、私を持ち歩いてます。コスメが少ない人は、コスメでもいいし、まあね、ティッシュとか、リップとか入れてもいいし、まあ、なんやかんやで使えるサイズのちっちゃいやつですね。中身こんな感じです。で、これを、5名の方にプレゼントします。ちょっとね、これね、すごいプリントは綺麗なんですけど、なんて言うと、黒なんで、ホコリがつきやすいです。うん。これね、アップで見せてね、ほら。これ別にね、新品で見たら結構綺麗なんですけど、ホコリがね、結構目立ちます。すいません。面なので、まあ、くっついちゃうっていうのがありますね。はい。これが一つと、で、二つ目は、クリアファイルです。同じデザインで申し訳ないんですけど、こちらね、チケットホルダーですね。うん。どういう風に使うかっていうと、お札を入れてみました。じゃーん、こんな感じ。これはね、私が、今使ってるもので、プレゼントするのは、新しいやつ。全然使ってないやつを用意してます。で、お札を入れたらこんなサイズで、このクリアファイルの特徴は、こういう風にね、止めれるようになってるんですよね、ここピッと。これね、切れ込みが入ってて、中に入れてるものが飛び出しにくくなってます。まあ、クリアファイルっていうか、チケットホルダーっていう感じですね。うん、こんな感じ。あ、これ私が印にね、ちょっと自分のサイン入れてるんですけども、まあ、もし、サイン欲しい、そんな人おるか分からんけど、サインを入れてほしいよっていう人がいたら、希望を書いてもらったら入れますので、はい。金色のマジックで書いてます。はい。この10名の、あ、これ数言ったかな？数言ってない？このね、クリアファイルを5名様、で、さっきのポーチを5名様にプレゼントしまして、応募方法なんですけれども、概要欄に応募フォームを貼り付けておくので、そこに、住所とお名前とメッセージなどなどを入れてください。今までコメントを書いてくださった方は、ハンドルネームとか書いてくださったら、まあちょっとこれね、こういうのどうなんて思うかもしれないけど、いつもね、応援してくださったりとか、コメントくれる方は、まあ結構当たりやすいと思います。うん。で、プレゼントですとね、エコひいきするのってどうなんて思うかもしれないけど、私ちょっと人間できてないので、うん、仲いい人をひいきするのは、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そんな感じのプレゼント企画になってます。あ、それと、このね、クリアファイル、
あの新品なんですけど、もちろんね差し上げるのは一個一個包まれてないんですよ。なので私があの用意した OPP ファイル袋みたいなものをあのこれから用意するので、それに入れてお送りする形になりますね、うん、であとプレゼントの方はあの本名を書いていただける方に限定したいと思います。ちょっとねニックネームとかだけで郵便が届かなかったら困るので、本名をお伝えしてもいいよっていう方のみですね。ごめんなさいね。はい、お願いします。これからの YouTube の、ま、目標っていうか、私ね目標とかをあんまり持たないようななんか生き方っていうとちょっとかっこよさげやけど、目標とか持たないですね。まあまあ普通に楽しく生きれたらいいやんっていう感じなので、あのあんまりあの気合い入れた目標とか立てないタイプなんですけど、先日47歳になって、まあ、気持ち新たに、うん、なんかちょっと計画立ててもいいかなって思うことがあって、今8500人ちょっとぐらい登録者さんいらっしゃるので、いつまでっていう期限は具体的ではないんですけど、1万人を超えるのが、まあ、あの憧れなので、1万人登録者さんをあの持てるように今後 YouTube 投稿していきたいなと思います。でそれにあたって、まあ、どういう風な動画内容にしていこうかっていうことなんですけど、まあ、今までは私が個人的に、まあ、出したいものを出してたっていう感じの、まあ、雑多な日記みたいなチャンネルやったんですけど、これからは、コスメとファッションと、まあ、ガジェット系に絞った感じにしていこうかなと思います。コスメとっていうより美容系ですね、うんうん、美容系、コスメ、あとファッション。ファッションは私低身長なので、まあ、低身長向けっていう形になります。あとまあ趣味のものをちょろっと紹介するっていう感じの方向で絞っていこうかなと思います。でコスメについては、新作コスメのレビューをメインでやっていきたいなと思います。もともとめちゃくちゃコスメが好きっていうわけじゃないので、まあ、どこまで頑張れるかってわからないんですけど、まあ、皆さんが知ってるブランドとかプチプラメインでやっていこうと思うので、まあ、あの新作が出たらあのレビューしてお伝えするっていう形を考えてます。でこれですね、あの私毎日毎日ガッツガッツあのなんていうのかな化粧品のプロじゃないので、あの誰かに化粧してあげるということもしないから、まあ、使い切れないとか使ったけど、まあ、メインではないなっていうコスメが出てくると思うので、そのあたりは視聴者さんプレゼントでどんどんね上げていこうかなと思います。まあね捨てるももったいないし、ただ、まあ、衛生用品は問題があるので、その辺で気にならないよっていう方に向けて、まあ、メルカリでね販売することも考えたけど、まあ、それよりもプレゼントした方がいいかなって個人的には考えてます。使ったものでいいから、まあ、欲しいなっていう方がいたらぜひね動画チェックしておいてください。はい、まあ、最初からね使ったコスメあの上げますとかいう感じでスタートするのも変な話ですけど、 YouTuber の方、コスメ系の方ってめちゃくちゃコスメ買ってるじゃないですか。あれってどういう風にしてるんかなって、私本当にあのリスナーの立場で不思議に思ってるんで、私の場合はどん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 買っていくと思うので、それをねプレゼントしていくという形にしていきますって最初から宣言しておいた方が、まあ捨てるよりも私にとって罪悪感がないし、まあそれでも喜ばれる方がいるんやったらそれがいいかなっていう風に考えてます。はい、今日はですねちょっと短いんですけど8000人登録のお礼の動画とプレゼント企画になります。本当にたくさんの方登録してくださって、視聴してくださって、まあ、いつも温かいコメントいただいてありがとうございました。あで今後ね絞っていくとは言ったけど、あの今やってる私立矯正についてはもちろんね今後もレポート出していきたいと思います。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。本当にね、早くカメラが治ってほしいけど、もしかしたら、なんていうのかな、私、これからの、ちょっと閉めてるのに喋らせてごめんなさいね。これからの人生をコンパクトにしていきたいって思うんですよね。先日47歳を迎えて、周りの方、でもちょっとね、あの知ってる人が亡くなったりとかもあって、あ私もなんていうのかな、人生の終わりを考えないといけないなっていう時期に来たかなって思ってるので、
もしかしたら今後、まあ、画質とか音声とか悪いかもしれないけど、このままスマホで撮り続けるかもしれないですなんかね、その方が初期の頃に戻って新鮮な感じするかなって思ったりねしますね。だから画質がね悪いとか音声悪いとか、うん、いろいろあると思うんですけど、 ご了承いただけたらなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。あ、プレゼント本当に応募待ってますので、皆さんどしどし応募してください。